皆さんこんにちは。ちょー滋賀レイクスターズのリンです。ヘッツです。小澤です。はい、やってきました。来ちゃったよ。ついについに。ここはどこですか。バコやね誰もが知ってる海に見えるけど、今日僕たち何のためにあれですか、ここに集められたんですか。いや、それはあなたが一番よく知ってると思うんですけど聞いてない、聞いてない。まあ、僕がですね、入団コメントの時に、はい、あの琵琶湖に飛び込みたいという、あ、言ってたな、ね、コメントしたんですけど、誰事言うの、まあ、それは本心だったんですけど、それがまさかこういう風に現実になってしまったっていうのと、まあ、僕だけじゃなくて、はいはい、まあ、Twitter でね、ちょっと先輩方に絡ませていただいたんですけどそしたら2人も巻き込まれたということで、2人も反響せやな。しょうがない、しょうがない。可愛い後輩のためにあ、それは嬉しい。ありがとうございます、ありがとうございます。大津市さんがそのやり取りを見て、はい、ぜひコラボしたいと。おお、あの大津市が言ってくださいました。このコメントに、はい、やばいな。マナーとか安全とかもあるんで、はい、よかったらこんなのどうですかっていうことで、あれね、噂のあれですか。今にぎわってる。はい、今日はあの小座走り。小座走り。小座？小座？小座走り。小座の上走り。小座走りとかね。小座輪の浜水泳場で毎年恒例のイベントなんですけど、初日ということで調整させていただくことに。ありがとうございます。ありがとうございます。大津さん、ありがとうございます。もうそのオープニングイベントのトップバッターとして、おー、重役よ、本当にすごいな。3人どの順番でもいいですけど。いや、もうそれはもちろんね、考案者である。そうですね、僕が一番最初に。リワ太郎、リワ太郎、リワ太郎、うちのリワ太郎がやっぱ開幕の、もうほんと開幕で3人のうち最初に走らせて見せてくれるんだよね、リワ太郎が。リワ太郎の次誰行く。誰行く。そしたらもうビワペイだろ。ビワペイ、ビワペイ、ビワペイよ。これ継がないと、やっぱり。いや、もうこう来たらもうビワ沢が、ビワ沢がそこで最後ね、トリオ。ビワ沢行っちゃう。ビワ沢が行くね。じゃあ順番決まりましたね。あ、ちなみにあのもう早速練習が一般の人やってるんですけど、ちょっとそれを見てそれぞれどのくらいやれそうかっていうのを。やっぱ難しそうですよね。あれ明らかやっぱ体重が重い、僕たちは不利っていうのが分かってるんで、やっぱりだけど最後まで走り切りたいよね。やっぱアスリートやけんね。やっぱさっき80キロぐらい、あ、40キロっぽか、うん、こが、まあ、結構ギリギリで渡っとったんで、まあ、80キロのぐらいの俺らはもうその2倍重上げてスピード出していけば、いや、間違いない、多分いけるんで。やっぱ子供たちに夢を与えない。まあね、そうそうそう、夢は違う、子供たちに夢を与える仕事。そんな大人になってもこの小座走りは走れますよってことをね、見せつけようじゃないか。それはやっぱ3人とも完走するっていうのは、そしてやっぱあれやろ、大会記録出さない。スピードでもなるよ。もう3人は一応ゲストっていうことなんで、練習なしで一発勝負でやってもらおうと思います。で、まあ、どのくらい難しいのかとかイメージ作ってもらわなきゃいけないと思うんで、とりあえずあのレイクスターズのスタッフが先にちょっとデモンストレーションさせていただこうと思ってます。はい、はい。チケット担当の鈴見です。頑張ります。お願いしま す。頑張ります。鈴見さん、これ完走されたらね、これやるしかない。そうですね、ちょっとあの体重105キロなんで、どこまでこう走り切れるか分かんないですけど、これはすごいな。あの皆さんに日本見せれるように。お願いします。頑張ります。お願いします。あの走り切ったらシーズンシート買ってください。おー、お願いします。走り切れると大変なことあるよ。半分だったらハーフシーズンシート。お願いします。大事だな。大事です。頑張ります。じゃ今からあのスタッフ鈴見走ります。行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張って。頑張って。シーズンシートのために。頑張ります。お願いします。これで売り上げ変わる。やらせする、やらせる。下にさ、小座いてもらってさ、送ってもらって。いや、小座の腰が終わる。小座バッシュ。リアル小座バッシュ。あれやね、あんな風に足つけとったらもうダメやね。ダメだね。
確かに。あそこからスタートするのむずいやろ。だでもあれ沈む、足ついたやろ。そこから起き上がってくるのは無理だもん。ああ、やっぱ無理や。面で行くって言ったもんね。ああ、ってことは、こういった。痛い痛い痛い。あ、行けた行けた行けた。行けた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 。ちょっとこう、つま先上げとかなあかんのか。これクリアしたらもう俺ら絶対辛いから。うざー、頼むよー。シーズンシートのために頑張ってこの絵、俺たちが欲しいやつ持ってったよ。持ってっちゃったよ。持ってっちゃったよ、最初に。その絵欲しいわ、俺たちが。完走する気ですか。すいません、何やってんすか。すいません、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 会社に謝ってこの悔しい思いは選手に晴らしていただきたいと思います。めちゃめちゃ難しいです。完璧な落ち方したからやりづらくなった。一番体重重いって。確かに確かに。そしたらまあこっちはもっと難易度低い。やってみた、やってみた感想。一歩目行ってもう沈んじゃうんで、二歩目すぐ上げて。あと体幹が大事です。体幹ではね。言うほど。こんぐらいの。意外とレベル。意外と。じゃああと選手に。この悔しさを晴らしていただきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。ダメだ。イメージできましたか。いや、あれじゃできないですよ、ね、イメージはできてますよ。考察はイメージはできてる。考察は相当してる。完璧だよな。あとは体がついてくるかと。おお、すごい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 。これ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 や。おー、いいいいよ。すごいすごいすごい。おー、すごい。おー、すごい。本当にすごい。これ2等やね。ちょっとインタビューしたんですね。何キロくらいか。ちょっと普通に。あ、でもすごい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 。すごいな。入らないようにご協力お願いいたします。緊張してきた。さあ、めっちゃ緊張してきた。お客さんはなるべくもっと前進さんに近いかな。うん、それは離れすぎなんだろうか。あ、緊張してきた。結構ガチで緊張してる。開幕戦なのに緊張してくれよ。いや、本当にマジで。はい、いってらっしゃい。さあ、行ってくるぜ。よっしゃ。あ、これで10キロぐらいプラスになった。こうや。どういう風な検索方法で。予習はできてる。予習はもうね、結構深いな。任せてください。足に来たら足にこうや。痛い痛いよ。うわ、やばいやばい。あ、いけるいける。いっちゃうわ。よし。あ、だけどマジここが不安定。最初は勢い行きすぎたら多分あれだよな。危ないよ。しゃー、行くぞ。マジ。え、いつ行っていいの。しばらくちょっとお待ちくださいと。あ、ここに立ってる時の方がちょっと触らせて。あ、うわ、薄っ。すごいね。まあまあまあ、でもあれちょっと耐えるんだ。結構足震えてきたんで。さあ、すいません、おも大変お待たせいたしました。それでは参りましょう。それでは参ります。よーい、スタート。よし、行くぜ。すいませんでした。なんだ、身内だけど。
いや、これね、あ、無理だわ、無理無理。さあ、第2走者の方、準備してください。あ、俺らは神社謝ろこれやべえや。それでは準備ができたら手を挙げてください。おっ、かっこいい。それでは参ります。よーい、スタート。これは無理ですね。これはマジで。それでは参ります。OKOKOK、ありがとう。いくよー。よーい、スタート。難しい。ちゃって。これ、すいませんでした。なんかもう、すいません。これ、すごいわ、子供たち。もうみんなあっち行くわ。それやばいですよ。ふざけてるように見えて、結構ガチで完走しに行ったんですけど、もう3歩目ぐらいから足つかない。念願の琵琶湖に飛び込みました。ちょっとね、まあ一応飛び込んだっていうか落ちたみたいな感じですけど。これはやばい、やばすぎる。無理だ。もうないもんね、下消えるもんね。いやー最高っす、めっちゃ気持ちよかった。またやりたいっすね。あの一言謝りたいことある、運営さんに。すいませんでした。生きってすいませんでした。お兄さんやってくれるって。これすごいむずい。あ、すごい。これすごい。すごい。すごい。いや、マジですごい。すごい。いや、これね、やったらわかるね。マジですごい。マジですごい。これもう。俺らふざけてなんか倒れたみたいな感じだけど、本当にもう最初からあ無理やってる。褒めで。誰が一番いった？誰が一番？俺が一番。感想を聞いてもよろしいでしょうか？まあ代表して本当すいませんでした。実はですね、大人の方、そして見た通り筋肉質の方、実は不利なんです。本当難しかったです。難しかった。逆にお子様の方がですね、感想されるパターンが多いので、ある意味当然の結果でしたので、気にしないでください。はい、走ってみてどう難しかったですか？いやもう、一歩目から下がなかったですね。沈んでいきました。下がなかったということですね。いや、楽しかったです。今日はわざわざありがとうございました。ありがとうございました。はい、よかったら感想いただいてもいいですか？あ、大丈夫です。今から来年も来てください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、お疲れ様でした。よし、じゃあ、どうでしたか？やっぱりね、最初は走り切りたいっていう気持ちがあったんですけど、まあ、どうしてももうあのね、もう入水した瞬間に分かった。あ、これ無理だ。無理だったね。もう無理だった。いや、何でも立った瞬間分かった。あそこの立ってる瞬間が一番もう、あ、これは無理なんだと、もう気づかされたというか。いや本当にね、
子供たちすごいなって思ったし、けど普通にやっぱ楽しめたから、ね、楽しかったね、よかったね、本当に楽しかった、よかった、琵琶湖の水はどうでしたか。おいよ、あの水温もちょっと良くてあの綺麗でしたよ、うん、いや本当に水温ちょうど良かったね、うん、やっぱ子供たちにかっこいい姿は見せれなかったですけど、バスケットではしっかりかっこいいと思います。じゃあ頑張ります。15歳一丁前。はい。じゃあ琵琶湖に飛び込みます企画、はい、ひとまず無事、はい、第1弾。第1弾。第1弾、ね。第1弾。続編あるからね。今ちょうどチームを始動して、いい感じに、練習始まってます。またこれから開幕に向けて、レベルアップできるように頑張っていきますので、そしてこの YouTube もね、これからいろいろどんどん滋賀レイクスターズ上げていきたいと思いますので、はい、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバーイ。